新選組の信者とみられる人物が SNS 上で非常識な発言をしたとのことですが、あまりの令和脳にツッコミが殺到して大炎上しているようです。令和信者のびっくりするような無知な発言内容と、これまでの令和信者の暴走など、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。令和新選組の支持者とみられる人物が X、旧 Twitter で、今はすぐやめてほしい人、佐藤正久と、わしは戦争に行かんから戦争がしたい、との悪意ある画像が貼り付けられた投稿を引用。佐藤正久さん、そう言わずに最前線へどうぞ。どうか国民の弾よけに盾になってくださいね、と投稿しました。この投稿には閲覧したユーザーが他のユーザーにとって役立つと思う背景情報、いわゆるコミュニティノートが追加され、佐藤正久氏は2003年に成立したイラク特措法に基づき、自衛隊はイラク戦争で荒廃した同国の人道復興支援任務を09年まで実施した部隊の初代隊長です、と指摘しています。また、さすが令和のおわら、日本は専守防衛だから、海戦、敵の侵略即本土決戦ってことが理解できないらしいわら。戦場は、行くところじゃなくて向こうからやってくるんだよ。今いるところにわら。毎日、令和政権になった時に戦争になれば、警察が右翼狩りをして前線へ送るつもりなの？それが正義だと思っているの？それは、かつての左翼狩りやそれに伴う拷問と変わらないと思わないの？と批判が殺到していました。ニュースを深掘り。というわけで、令和新選組の支持者とみられる人物が、無知すぎる令和脳を晒しているということでしたね。さすが、令和新選組の信者といったところですね。令和信者といえば、先日も、東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐり、西村明宏前環境省が、2023年6月の国会で安全性について答弁しなかったかのように編集された動画を投稿し、物議を醸していました。動画は、海洋放出の2ヶ月前のやりとりで、編集された動画の内容は、山本太郎参議院議員と西村明宏前環境省の国会でのやりとりを記録したものとなっていますが、ハフポスト日本版が、この動画に映された2人のやりとりがいつどこで行われたものなのか調べるため、動画内での発言を抽出し、国会議事録検索システムで検索したところ、2023年6月15日の第211回国会参議院環境委員会で行われたやりとりであるということがわかっています。国会議事録を確認すると、西村大臣は安全性に関する政府の見解を述べていましたが、動画ではその部分が意図的にカットされており、処理水の海洋放出から8月24日で1年が経ちますが、未だ科学的根拠を無視し、危険や不安を煽る情報の拡散がされています。処理水が海洋放出される約2ヶ月前のやりとりで、直近のものではないということになりますが、議事録を見ても、山本議員が、冒頭、海洋に今放出されている、原発施設内から流されているということはないですよね、と質問し、西村前環境省が、ご通告いただいておりませんので、確認はしておりませんけれども、そういった状況はないのではないかというふうに考えておりますと答えています。しかしながら、発信元が投稿した動画の始まりは、この次のやりとりからであり、山本議員は、これ、大臣、アルプス処理水の海洋放出が、水産物の汚染に影響を与えることはないとお考えになられていますか？いかがでしょうと質問。これに対し、西村前環境省は、
ご質問の通告がなかったので、詳細については把握しておりませんと答えています。しかし、議事録を確認すると、この答弁には、ご質問の通告がなかったので、詳細については把握しておりませんけれども、基本的に、アルプス処理水の海洋放出にあたりましては、トリチウム以外の放射性物質につきましては、規制基準を満たすまで浄化した上で、そしてまた、トリチウムの濃度を、国の規制基準の40分の1、WHO が定める飲料水基準の約7分の1である1500ベクレルパーリットル未満になるように希釈して海洋放出しているということで、様々な影響のないように対応してやる方向で検討しているというふうに承知しておりますと続きがありました。つまり、西村前環境省は、処理水の安全性に対する政府の見解を示していましたが、発信元が投稿した動画では、けれどもから承知しておりますの答弁までの全てがカットされていました。なお、二人のやりとりが全て記録された動画は、参議院のクレジットのもと、インターネット審議中継のウェブサイトにもアップされている。同ウェブサイトにアップされた動画でも、西村前環境省は、前述のように、安全性に対する政府の見解を示していました。国際原子力機関 IAEA も、2023年7月4日、処理水の海洋放出は国際安全基準に合致し、人及び環境に対する放射線影響は無視できるほどであるといった包括報告書を公開しており、政府を批判するために都合の悪い部分を切り抜き、デマを拡散させるかなり悪質な行為と言えそうです。さらには、令和新選組の支持者とみられる女性が、この前開示請求したんだけど、私を誹謗中傷したその人物の正体は、40代後半、無職の生活保護を受けている一人暮らしの男性でした。何か虚しいですよね。まあお住まいは分かったので、夫と一緒に、近々様子見に行ってみようと思います。と書き込み、他のユーザーにとって役立つと思う背景情報、いわゆるコミュニティノートで、発信者情報開示請求を行うと、誹謗中傷した投稿者の氏名、住所、電話番号等を調べることができますが、生活保護受給の有無については開示されませんと追加されており、中傷がいけないことなのは、理解してるくせに、平気でこういうこと言っちゃうんだ。普段から、どういう層の人間に差別意識を持っているのかがよくわかるね。息吐くように嘘つくやん。開示請求って言葉しか知らなそう。なぜ、こうもすぐバレる嘘をつくのか？これ生活保護への偏見ダダ漏れじゃん。多分マウントしたかったんだろうけど。知ったかぶりしすぎて、墓穴掘ったって感じだろうね、と、批判的なコメントで溢れ返っています。それを見たのでしょうか。この支持者と見られる人物は、支障出るみたいなので、ポスト消しましたと削除しましたが、支障出るみたいなので、ポスト消しました嘘松、って自分で白状しましたねわら、安心してください。スクショは、多くの人が撮ってますよわら。URL 付きでね。開示請求で取得できる以外の情報を取得しているのがバレ。そもそも、開示請求などしていないおは作り話がバレたのでポス消し、消すと増える、嘘がバレて消したって正直に言えばいいのに。やっぱ令和はないわ。どんな支障が出るでしょう？何を企んでいるのでしょうか？弱い者いじめは楽しいですか？令和支持者は怖いです。と、火に油を注ぐ結果となっています。ただ、これらの令和支持者の言動は、氷山の一角であり、令和新選組、及び令和信者のヤバさが、日本にじわじわと浸透してきているようです。ちなみに、これらの信者が、狂信的に支持する令和新選組、先日行われた最新の NHK の世論調査では、政党支持率 0.8% と、
前回から 0.6% 減らして低空飛行を続けています。この支持率が全てを物語っていますね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。毎日、令和政権になった時に戦争になれば、警察が右翼狩りをして前線へ送るつもりなの？それが正義だと思っているの？それは、かつての左翼狩りやそれに伴う拷問と変わらないと思わないの？令和の方々が怖いと思うのは、こういうことを平気で言うところ。戦争になれば、まず自分たちと対立する思想の人間を選別して前線に送り込もう。みたいなことをいいことだと思って発言する。僕は、右翼的思想とは相入れない人間だけど、こんな露骨な思想信条の弾圧は許さない。現役の国会議員で、この人以上に最前線近くに行って、国民の玉よけに盾になった人はいないと思いますが、なんでパヨって戦争が日本の外でしか起こらないと思ってるの？侵略されるかもしれない心配はなぜしないの？で、あなたたちが熱狂して尊敬してやまない偉大な東州野総統山本太郎様は、なんでマスゴミが押し寄せる自然災害被災地訪問しかしないの？洪水被害地の山形と秋田はベクレルから来ないの？そんな災害利用して支持者集めする偉大な総統様であるクズほど最前線に行って国民の盾にふさわしい。さすが令和のわら。日本は専守防衛だから海戦、敵の侵略即本土決戦ってことが理解できないらしいわら。戦場は行くところじゃなくて向こうからやってくるんだよ、今いるところに、わら。イラクに派遣された人を指してこう言うとは、知性も知能もない幼児以下ですなこりゃ。それとも、手に持つスマホで、この人の経歴も調べられない残念な方ですかね。こんな令和信者も国民だからね。こんな奴でも守らなくてはならない自衛隊はすごいね。根性なしのお前らよりも、過去前線にいたじゃん。間違いなく、ヘタレなお前らよりも、過去から現在に至るまで前線にはいるぞ。マジキモい。ほんと、救いようのないバカは、自分がのうのうとバカのまま生きられるありがたみすら理解できないんだな。本当に、令和信者って無知しかいないのな。例外はいない。だから令和を支持してるんだろうけど。バカだから。虫ってさ、迷惑なんだよな。真面目に生きてる人間からしたら。本当に、存在が迷惑だよ、お前ら。まず、レッテル貼りを止め、このような抽象を止める。そうしないとお仲間以外、誰も取り合ってくれない。リベラル自体が信用されなくなる。いや、すでになっている。虫って罪だということがよくわかる。もっと調べてから文句言いなよ。恥かきたくないのなら。こんなだから 0.8 なんだよな、お前はわら。佐藤氏は最前線に行ってたのに、調べもせずデマ流すのも令和らしいね。お前ら令和は、絶対に戦場に出るなよ。後ろから撃たれても知らんでわら。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？さすが令和の、と言わざるを得ないですね。佐藤正久氏は、何が起きるかわからない紛争地に、自衛隊部隊を、戦後初めて率いていった、超勇気ある先駆者なのですが、安全地帯から文句垂れることしかできない、無能な令和脳には、何一つ理解できないですよね。まともな感覚の日本人からすると、本当に、
存在自体が迷惑でしかない。一刻も早く潰れてほしい。そう願わずにいられないのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。